どうもピオキングです。今日はこちらのコースやっていきたいと思います。ナイストロール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 ということで今日はすごい真面目いいじゃん、たまにはクールな実況させてよ。いつも後追い系 YouTuber って言われてるんだから。それじゃあ説明文見ていきましょう。サンキューフォープレイング。トロール実況者の人の動画、匿名のピオキングさん。匿名のピオキングさんってなんだもう突っ込んでるもう来るなんかじゃない。お、見て作ってみようと思いました。作るの楽しいということで、いや僕の動画を見てくれて作ってみようと思ったんだね、本当にありがとうって言えるのも今のうちだけなんだろうな。絶対このコース難けよ、クリア率が相当低いもん。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.86%。 ちょっと待って、あのサムネって何なんだろうね、すごい気になる。分かった方いたらぜひ教えてください。で、制作者さんの名前めっちゃ可愛かったね。プリンちゃんって書いてるよ、プリンちゃんって。プリンちゃん、今日は僕と勝負しようじゃないか。まあ僕はトロールマスター、開幕叫べね。まあ僕の動画をね見てくれる方だったら何かしてくるだろうなって思ってました最初に何なんだこの太陽の花はよ、どうしても右に行かせたくないみたいだね。じゃあ左上も違うって感じでしょ。あんだ、じゃあ開幕速攻右にダッシュしてジャンプする。わもうずれちゃうよ僕。おい、なんか初見殺しめちゃめちゃ多くない？じゃあここは上に行かせてくれないのね。そして下にチラチラさ魚が見えてるんだけど、あいつ目障りだな。これ扉入っていいの？上一旦行ってみようか。あの扉が罠っていう可能性はあるよ。ここ右開かないのかな。いや開くねん。え、こっちが正解なんじゃない？あ、激アツ激アツ。そしてこのまま右に行けば、はい、どうもこんにちは。やれんだよ、ここの罠全部引っかかったんじゃない僕もうこれ以上引っかかり方なくない？この場面でさ、じゃあこの扉に入っていく。どうやっても僕をクリアさせたくないみたいだねこの方。じゃあここはキノコを取ってこいって書いてるけど、キノコとかどこにある？え、キノコとかなかったくない？あの1キャップの中に隠されてるのかな。最初3つあったよねえ、どこよそれ。え、左上ヒント出してると思うけど、どこよそれは。そしてさ、 C 耐久はいいんだけど、これ僕スタートからやり直ししたらさ、やり直せるからね。ごめんちょっと噛んだね。まあでもちゃんとやっていこうか、せっかく作ってくれたんだからさ。ここは C 耐久、右にジャンプすればいけるなかなか難しいコースを持ってきてくれるじゃねえかプリンちゃん。でもこれはね、ちゃんと見極めれば、いよいよだって思って落ちてんじゃねえよこのタイミング。いやマジむずけ。いやくっそ、ここであの音楽流してて欲しかったな。ここ、しゃあ知りたい救命士を食べるだもうこのフレーズ飽きたくない。あのヒントのさ、キノコの場所がマジでわかんないんだよね。これ、こん中にキノコが隠されてるみたいな。え、違うの？この四角の枠かな。ザコは引っ込んでる。わからん、どこにあるんだろうねキノコが。多分この場所はないと思う、絶対に。多分ね、このどっかにあると思うんだけど、あ、この辺じゃない？あはは、やっぱりね。さっきヒントにさ、この上の4つのハテナブロックがあったもんね。そしてここは一番右に行ったらダメ。多分この辺でいいよ。わかってんだよそんなことは。成敗されてないんだよ。でも右もすごい気になるね。実は右が罠っていう可能性もないよ。だから上に行っていい。そういうことだと思います。成敗されたのござる。プリンちゃん、ここちょっと難しいよ。初見殺しすごく多くないかな。僕みたいなおじさんにはさ、なかなかクリアできないっていうか、こっち合ってんのかな。このバネは何？バネを信用していいのかな。やらせー。これ上でいいのかな。ちょっとツイッターで聞いてきていい？プリンちゃんに。いや知らないけど、ツイッターDM で答え全部聞こうかな。いや、なんか面白そうな場所出たな。またお前出すぎなんだよ勝ちブロック多いよプリンちゃん。これは何？何なんだダブルアダトリプルアダだった。死んじゃうよ僕。これ以上大量の罠に引っ掛けられてきたら酸欠になって死んじゃうよマジで罠の量が半端ない。もうさっき見たそれ。ピャッ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 。右にもいいのね。ならどうすればいい。ここは一旦右に行って左に行こうか。いや邪魔なんだよ忍者。もう引っ込んでろって。じゃあここは右の音符ブロック叩かないようにしていこうか。絶対なんか出ると思うんだよなブラパとか。そしてリフト動くのか。何もするな。そしてここでキノコを取っていく。キノコ様
どんだけ成敗したいんだろうね。めちゃめちゃいるんだけど、この忍者設置しすぎじゃんけ。じゃあこのキノコ裏にクリボーかなんかいるんじゃない？うまい具合に隠せてんな。じゃあ一旦ジャンプして踏んでいこうか。もうわけわかんない、おたけびまで出てるよ。もうそんぐらいぐらい初見殺しが多いんだよこのコース。じゃあキノコは取れない、この中なんかある？あ、鉄球があんのね。そしてこれ上から叩いたら、あ、パックンが出てきたのか。これ左の30コインどっちだろうね。一回行ってみようか、この30コインの方に。ドアに入った瞬間何も来るなよ。急に何か襲ってくるとかそういうことはないよね。ウホッピーじゃねえんだよ、こっちはカナッピーだよ。カナッピーってなんだ、カナッピーって。またお前が忍者。そうしてここのヒント、どこなんだそれは。なんか今のヒントさ、ガリガリとキノコがあったよね。だからガリガリのキノコの場所に行こうか。ってなったらこの場所なんだけど、こっからどうするかだよね。一旦キノコ取っておこうか。キノコを取ってガリガリの中に行く。いやそれ以外考えられないんだけど、扉とかなんかあんのかな。そういうことで、そして次は2分の1か。よく見よう、よく観察しよう。いつも2分の1外してるから。下の花の裏にブロックが見えんな。読めてんだよこっちは。そこで花がいなくなるっていうことでしょ。ほら見て、ボブヘアどっちを倒す。やるじゃねえかプリンちゃん。いや下のブロックのところにパックンがあるから P スイッチが発動して絶対倒せると思ってた。いやうまいね。そしてこれは魚と思ったら違うのか。でここでボブ兵を出してあのパックンを倒せってことでしょう。あの中間ポイントも普通に取らせてくれないと思う。上の隙間が怪しい。なんですぐに落ちてこの中間ポイント取る。取ってしまえばこっちのもんなんだよ。さあやっと中間ポイント1取れたね。何なんだお前は。あぶねあぶねあぶね。もう一回あの時像にやられるところだった。さあこっから、右のキノコ、そしてこの上は。またお前か。まあまあもういいや、まあ、中間ポイント取ってるからね。めちゃめちゃ心の余裕がオアシス状態だよ。そしてここは上に行って魚に引っかかる。あ、分かった分かった、あのキノコの状態でここに来ればよかったのね。右と左は何もない。じゃあ真ん中を叩かなかったらいいってことか。そしてここは一旦戻ってやられない、いけんの。右なんもなかった、これもう一回やり直し聞かないから。聞かんねえ。ペッペプレンペッペペプレンペッペペペペプレンプルペペ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 ペ。いや邪魔くせえあの金魚。どこまでもっかけてくんなって。この上は、あ、この上バーがあるからいけない。じゃあこっちも隠しブロックはあった。じゃあオンオフをした瞬間すぐ右にダッシュしようか。いやどうなんだろう。いやだってさ上わかる。見えてる見えてる。爪が甘いぜプリンちゃんよ。じゃあここはジャンプしてすぐ右に行く。それでいいんだろきっと。キノコは出してこない感じだ。そしてここはなんだろう。え、ちょボムボムプリン。今のうまくない？このボムとプリンちゃんとポムポムプリンを混ぜ合わせてボムボムプリン。いやーこのね超難易度ギャグを分かる人はこの世に世界に一人だけだね。さあここはこれボムさ下に落ちてくるよねこのボム。え、マジで分かんないんだけど。あ、ここ隠しブロックあんのか。あーなるほどね。でここさ上バーがあるから右には行けないと。じゃあ隠しブロックを叩いてボムを出せばよかったのね。さあバブリオ僕は温めさせてくれ。キモすぎ。さあここで隠しブロックを叩いた後にボム兵を出す。そしたら右側に進めるんじゃないかな。そして、50コインがあるな。これ下に連れて行かれるのは分かってる。隠しブロックがあるんだろ。分かってんだよそんくらいさ。いや違うんだって。なんかこのコースは最初は初見殺しマックスだったけど途中からちゃんとしたトロールコースの作りになってきてるね。そしてここパワーブロックを通ったら絶対にブラパが来る。だからすぐ左に逃げようか。あ、来ないんだね。あ、右から来るんだ青いの階から。分かってる。だからこのパワーを取った瞬間すぐ上に逃げる。下からかい。え、なんでだろうね。ここのパワーブロック取っても下から出ないのに右を取ったら出てくるみたいな。え、これマジでわかんないんだけど。そしてスネオ信用していいのかい。君は今日は信用するよ。お願いスネオ君助け。どこ行ってんのスネオー。
これ土管入れるんかな。あ、土管入れないんだね。あ、投げてしまった。まあいいか、パンいらないでしょ。そして下にさ、あの魚がちょいちょいいるんだけど、あの魚マジでちょっと鬱陶しいの。あぶって、あったあったあった、あばば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 。今人間じゃない声が出てなかった。ここゆっくり落ち着いていこう。そしてこのハテナ、ハテナだね。この鍵は取れるのか。ちょっと待って、マジで右のこの砲台がプレッシャーなんだよな。これ取れない感じ。あ、全部取れないのか。じゃあドアに入っていこう。そして次はこれは THNKY サン、スンキーサンキューってことかな。これ本当に笑ってくれんのかな。なんかパウ持ってこいって書いてるけど、いや、やっぱパウいるんじゃねえか。え、こっちは何、死にたい休暇。なんだこれは。え、これ素直にやらせてくんないパターンか。誰が僕をやってくんの、誰か、誰が僕をやってよ。絶対上からなんか落ちてくる系だと思うよ。あ、これもう一回戻るパターン、それか。あ、当たれんだ。じゃあここのパウか。このパウを持ってさっきの場所に行けばいいんでしょ。あー待って、危ない。もうこの魚ほんと強すぎ。次こそ絶対行くよ。降りた瞬間すぐ左行こうか。すぐ左ダッシュ。オッケー、これで魚を出さないようにしてドアに入っていく。もうあそこ戻りたくないね。で、ここでサンキューって書いてるってことはもうゴールなんかな。まだチェックポイント2位取ってないんだけど、どうなる。ゴールが見えた、絶対ゴールするぜ。ビャえ、ちょっと待って、え、これどうすればいいんだろう。左上のあれかな。あー、ここのハテナは1キャップ、え、全部。え、じゃああのブラッパーどうすりゃいいの。あ、ここ1個ハテナあるね。このハテナ叩いてみる。こいつか。さあ、ここでブラッパーを倒してゴールさせてくんのかな。早くどっか行って、白い両津勘吉。上から行く、下から行く。下絶対隠しブロックありそうじゃない。そして右の土管もすげえ気になるんだけど、横から行こうか。横からが絶対安全だよ。上もダメ、下もダメ、だから横からだ。やったー。いや、本当にすごく楽しませていただきました。どうもありがとうございます。皆まで言わなくても分かってる。右側の土管すごく気になるんだろ。いや、でもこれちょっと行けそうになくない。テレサが邪魔でね、右側の土管にどうしても行けないんだよね。これどうかして行かないかな。縄跳び状態でテレサをかわしてみる。そんな高等技術できるのか僕に。一回やってみようか。ジャンプ、ジャンプ、ジャンプ。うん、なんかやっぱ隠しブロックあったな。これむずくない。ずっと縄跳び状態は絶対無理だよ。あのテレサ一マスしかないもんだって、かわせる場所が。あ、もしかしていいことを思いついた。ここで隠しブロックがあるということは、この隠し、うーや、そこに出るのね、ブラタニャ。そこに乗ろうと思ったのよ、僕は邪魔すんだ。これでいけんかったらやめるわ。ちょっと、はい、それじゃあ次のコースはこのコース、キノピコしかクリアできないコース、トーデットオンリーということで、説明文にさ、キノピコにしかクリアできないキノピコ専用コースです、操作するキャラクターをキノピコに変更しましょうって書いてるんだけど、これめちゃめちゃ珍しくない。キノピコしかクリアできないコースとか僕見たことないんだけど、一体どんなコースなんだろうね。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 4.25%で、本当にキノピコしかクリアできないのか、一旦マリオでやってってみるわ。で、ゴール条件が1機アップキノコを2個取ってからゴールね。いや、どんな感じなんだろう。ここは土管、あ、どっちがいいんだろうね。まあ、土管入ってってみようか。あ、なんか文字書いてるっぽいよ。CHA チェンジかな、チェンジトゥートートーデってみたいな。キノピコに変更しろってことかな。あ、日本語でも書いてくれてるっぽいよ。キノピコに変更しましょうみたいな感じかな。してください、してね。してね、ね。じゃあキノピコに変更しなかったらどうなるとか。うわ、かわいい。うまいね、キノピコのサムネ。で、こっちで合ってた、上行ったけど、なんか反射条件的に。じゃあこのドアに入っていこうか。え、これゴールできないね。じゃあここを下行って、このパックンを抜けろっていうことなんかな。え、これちょっとわからんくね。え、どこにいるかわからんねんけど。これでキノピコに変更したらいけるってことなんかな。ちょっとキノピコに変更してくるね。はい、それじゃあキノピコに変更してきたね。これでなんか変わってるといいんだけど、この上の扉はどこに続くんだろうね。あ、ゴール板のところ来たよ。で、これでキノピコだったらなんか変わってるみたいな。あはは、なるほどね。え、すごいすごい。これキノピコだったらさ、尻尾みたいなのがあるじゃん。尻尾じゃねえか、頭から生えてるから。
これでどこにいるかわかるんだね。そしてあのパックンを避けろっていうことか。いやこれめちゃめちゃすごいね。面白い考え方だよ。そしてここもパックンが下に行った時に左に行ってゴールできるっていう感じだね。いやこのアイディアはマジで素晴らしいと思う。めっちゃ簡単だったけど最高の一発マリオだね。どうもご視聴ありがとうございます。ちょっと待って、キノピコにしかクリアできないコースを他のキャラクターでクリアしていくのが一発マリオ名人なんじゃないんでしょうか。ちょっとキノピコでさ、タイミングを計らせてくんないかな。上下下上下上はい上下上下、あーなるほどね、このタイミングね。そしてここは上下、あ何もしないでカチャカチャ言うんだね。カチャ下カチャはいカチャはい、もう分かったもう分かった。ちょっとこれでマリオかなんかで操作してやっていくわ。いやこれクリアできたらすごくない？だって見えないんだよどこにいるか。その見えない中で攻略していく、それが僕のやり方さ。さあここでいやマジで分かんねえこれもうさ、パックンが上に行った時右に行くしかないよねこんなのわかるか。いやそれでも絶対にやっていく。とりあえずパックンが最初に上に行った時に下に行ってみる。あ、いけたいけた。え、こっからカチャカチャはいカチャはいカチャはい、え、マジですげえ。これゴールできる？さあどうですか皆さん、これが自称一発マリオ名人ですよ。いやガチでクリアできると思ってなかったけど、まあ運ゲーだねこれ。まあ運さえあれば誰でもクリアできると思います。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。